レーシングカーのパワー向上を目的に HKS の開発したボルトオンターボキットが東京オートサロン2008で展示されました。水冷センターハウジング機構によりエンジンのパワーが強化され、キットの寿命も長くなっています。30馬力ぐらいはアップするキットになります。あとインタークーラーを取り付けることによって、コンピューターセッティングと組み合わせてより上を目指すこともできるキットになってます。燃料噴射装置を取り替え、インタークーラーを追加することにより、さらにエンジンのパワーが強化されます。ノーマルエンジンでは140馬力、15kgm のトルクが得られますが、ノーマルエンジンに触媒なしのシステム装着では185馬力、24kgm のトルクとなります。ノーマルエンジンに触媒付きシステム装着では170馬力 21kgm となります。最初は、この触媒なしで、海外国内向けに発売しますが、日本国内向け用に、触媒付きのフロントパイプを後からオプション設定する予定となっております。このキットは3月より全世界で発売されます。このキットはレーシングカー用に開発されていますが、 HKS では一般向けの製品化も計画しています。 Digging for News